こんにちは。カナダ在住の山達です。まだ現役のやつ、全米第二ラジオもメディアを爆買いということで話をしていきたいと思います。はい。えー、今回なんですが、極左億万長者ことジョージ・ソロスが今メディアを爆買いしているっていうね、ちょっと、ちょっとどころじゃないですね。かなり嫌な話が、えー、話題になっていますので、どういうことなのかっていうのを説明していきたいと思います。えー、っと、まず、今年の1月7日、オーダシーっていう会社が破産申請していたんですね。 で、このオーダーシーっていうのは全米第2位の規模を誇る音声プラットフォームで、えー、音楽、ポッドキャスト、スポーツでニュースを提供していて、えー、2023年6月時点で全米に227のラジオ局を持っているということで、全米第2位の規模だっていうことなんですね。 で、このラジオ局がまあ破産してしまいましたっていうことなんですが、全米第1位の規模が、えっ、ー、と、アイハートなんちゃらかんちゃらっていう会社なんですね。そこはもう2018年ぐらいの段階で一回破産していますので、まあ第2位のところもそれを追いかけたっていう形ですね。 で、このオーダーシーは19億ドル。今の価値でう、日本円で言うと2850億円相当の負債を抱えていて、えらいこっちゃーっていう風になっていたんですが、今回破産することによって3.5億ドルまで債務整理はできたと。で、債権者の人たちには株式を受け取ってもらうことによって、話をまとめるみたいな感じのことが、裁判所からの許可が出たということなんですね。 で、今回、この破産騒動の中で、えー、まあ、白馬のね、騎士といいますか、救世主として現れているのが、極左億万長者のジョージ・ソロスだと。えー、ソロスはですね、いろんな団体持ってるんですよね。メインがオープンソサイティ財団っていうところで、ここがその、えー、もう、アメリカどころじゃなくて、世界中のその左翼団体とかにお金をばらまきまくってるんですよね。で、それでその各、 で各国でまあ、その何でしょう社会変革みたいなことをさせようとしているっていうことなんですが、えー、まそのうちのそのオープンソサエティ財団の中の一、えー、つにソロスファンドマネージメントっていうねその投資部門があるんですよね。ここが4億1400万ドルの債権を持っていると。 で、まあ、これが今回の破産を通じて、全体の4割の株式を抑えることになるので、最大株主になるっていうことなので、今心配されていることが、えっと、アメリカってその自動車社会なわけなんですよね。車社会なわけなので、その通勤の時とか、または買い物に行く時とか、ま、あいろいろあると思いますが、そういう時にその自然と流れているラジオ、 の情報の中に、その、なんていうんですかあの、左翼スパイスと言いますか、極左スパイスと言いますか、ね、そういうちょっとしたエッセンスみたいなものが加えられる情報っていうのが、えー、ちょろ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 出てくるようになるんじゃないかと、まあ、もともとそういう状況にはなってると思いますが、それがもっとひどくなるんじゃないか特に今年は大統領選挙イヤーですから、まあ、そういうところも狙って、えー、今回の動きがあるんじゃないかってふうに言われていますが、 ひとまず、そのアメリカの社会の中に根付いているそのラジオ局の第2位の規模のものが抑えられてしまったので、えらいこっちゃーっていうふうにも言われているんですね。はい。ただ、このラジオを抑えるっていうのは実は今に始まったことではないんですよね。 えっと、僕はあの、前、2年ぐらい前の動画で喋ってたので、あの、記憶にある方もいるかもしれません。えっと、中間選挙の前ら辺の時に話題になっていたのが、ソロスチキンによって立ち上げられた、ラティーノメディアネットワークっていうところが、18のラジオ局を6000万ドルで買収していたんですよね。 で、あの、これはもう名前の通り、ラティーノってついてるところから、ラテン系、ヒ、えー、スパニックとも言われますが、あの、スペイン語話者の人たちに向けてのラジオ局っていうことで、えー、これスペイン語のラジオ放送なんですね。 で、この、18のラジオ局を抑えるとどうなるかって言ったら、えっと、全米でこの動画ね、前作った段階では4000万人以上いるって言われていたスペイン語話者、多分もう今ね、不法移民の大量流入で5000万人はいるんじゃないかなと僕は思いますが、はい。まあ、ひとまず、4000万人なり5000万人ぐらいのうちの33%をカバーすることになると。まあ、3分の1ですよね。はい。えー、っていうような、そのかなり重要なところのラジオ局を実はもうすでに抑えてるんですよね。 で、えっ、ー、と、ま、もともとその、民主とえ、じゃ、ヒスパニックっていうのは、またラテン系っていうのは民主党岩盤支持層なんですが、トランプ政権を発足してからはちょろちょろっと共和党支持者がね、微増ながら増え始めて、で、バイデン政権でブーストかかって、ブワって今増えている状況なんですが、はい。まあ、理由としては、あの、彼らのその、ラテン系のまあ特徴といいますか、えっ、ー、と、その人種ごとに、 世帯収入を比べていくと、その下から数えた方が早いところなんですよね。正直低所得者層が多いということで、あの、バイデンインフレのダメージもろに食らう人たちが多いんですよね。 っていうその生活苦がまず一つ。で、もう一個は不法移民問題。あの、合法的にちゃんとしている人たちからすると、大体そのね、あの、こういう不法移民たちっていうのはそのラテン系の人たちがいるコミュニティにガンガンやってくるようになりますので、えっと、自分たちが元々平和に暮らしていたところに、わけわからん連中たちがガ,ガツガツ来るわけなんですよ。で、特に最近ギャング集団とかも増えてるもんですから、もうえらいこっちゃーっていう風になってるわけなんですね。っていうので、この不法移民問題っていうのは実はラテン系の人たちにとっての不満の一つにもなってるっていう。 ということで、まあ、そのあたりを総合して、バイデン政権でえ、その共和党支持者っていうのはね、ブーストかかって増え始めているわけなんですが、ただ、え土佐欲さんたち、例えば MSNBC っていうね、土佐翼メディアは、ヒスパニック層の民主党離れの原因というのは、誤情報に影響されているからだと。 彼らは共産主義社会主義に対する被害妄想があるって言ってるんですね。これあのそのキューバとかベネズエラ出身者の人たち、そういう人たちが自国が社会主義国だから、あの、ま、あなんかいろんな嫌なことがあったのがアメリカでも起こると勘違いしてるんだ、みたいなこと言ってるんですが、実際起きてんじゃんって思っちゃいますけどね。はい。えー、まあ、とりあえずなんかこういうね、で、あとこのね、なんか共産主義社会主義の被害妄想なんて言ってると、なんか言い換えると、お前、共産主義社会主義は素晴らしいって言ってんのか、みたいな話になってきますよね。はい。 という話はまあ横に置いておきまして、このラティーノメディアネットワークなんですが、えー、設立したあのトップの顔ぶれ見てみますと、一、えー、人はヒラリー・クリントンととても仲のよろしい側近さん。 で、もう一人がオバマと非常,非常に仲のよろしい側近さんということで、まあ、その、ラティーノメディアネットワークの中身も民主党、で、金も元々民主党の、えー、まあ、メガドナーであるソロスからやってきてるっていうところからも、このスペイン語のラジオ放送を抑えてるのは完全に民主党のための動きということなんですね。はい。っていう風うに、実はラジオの爆買いっていうのはもうすでに2年前の時点で始まってたということです。はい。で、さらに言うと、もうラジオだけではないんですね。えー、一般的なネットワーク ネッと、メディアにも手が伸びていまして、えっ、ー、と、昨年5月、バイスっていうメディアが破産申請しました。えっ、ー、と、かつてはですね、あの、2017年だか18年の段階では、6000億ドル規模のメディ、6000億本当にあれ数字間違ってるかなこれ。まあ、い,いや、あの、とりあえず、6000億か600億ドル。なんか数字間違えてる気が多くしてきましたが、はい。まあ、とりあえず、すごかった、あの、堅調な時はすごかったよっていうことが伝わればいいです。はい。 っていう、どでかいメディアだったんですけれども、えー、と気づけば、えー、破産するところまで来ましたと。 で、えっ、ー、と、昨年6月にまたソロスファンドマネージメントが出てきますが、え、こことあともう一個の団体が共同で、約3.5億ドルを使って買収するということが決まっていたんですね。はい、えー。で、一応ですね、あの、いくつかの競合がいる中、ニューヨーク州の裁判所がソロスらの買収を承認したということで、もともと確かね、2.2億ドルしか出さないって言ってたんですが、バイス側が3.5億じゃないと嫌だっていうふうに言って、で、えっ、ー、と、ソロス、 じゃないところが確かに3億ドルって最初言ってたんですよ。で、えー、その後最終的にソロスたちが負けてたまるかみたいな感じで3.5億になったっぽいんですが、はい。まあ細かい経緯はどう,いとどうでもいいとしまして、とりあえずこの動きからも、その、ラジオだけじゃなくて、著名なネットメディアの買収もしている状態。 ま、今これ、超情報社会ってね、今言われていますが、そうなっている中の現代の情報発信プラットフォームの支配を、ええー、まあ、この極左億万長者のジョージ・ソロスが中心になって進められているっていう状況なんですね。まあ、本当にこの左翼連中たちってやり方が上巧妙で上手なんですよね。あの、 僕たちが気づいた頃にはもう手遅れみたいな感じになっているようなことを先手先手打ってやれちゃってるっていうのはまあちょっと悔しいけれどもね、彼らの凄さっていうところでもあるのかなっていうふうに思います。はい。ね、アメリカだったらあの地方検察官とか、あとは州務長官とかね、そういうふうにその治安に直結するとか選挙に直結するようなところにガンガン金出すことによって重要性に気づいた頃にはもう手遅れみたいな感じにアメリカってなっちゃってるんですよね。はい。えー、というようなことで、まああのね、あんま褒めたくないですけど、 まやっぱソロスらは悪い。で、さらに言うとですね、あの、ソロスの影響力工作っていうのは、まあ、皆さんご存知の通り、アメリカに留まってなくて世界規模なんですよね。えー、メディアリサーチセンターっていう保守系団体があるんですが、ここがね、2022年12月の段階で調査報道していまして、 世界253のメディアや団体に資金提供することで、ソロスが情報工作しているということが明らかにされていたんですね。で、えっと、例えば、プロジェクトシンジケートっていうところは、2016年から2020年にかけて、ソロスの団体から、えー、総額で153万ドルを受け取っていると。 で、このプロジェクトシンジケートっていうのは世界156カ国66言語に対応しているそういうメディアな、メディアって言っていいのかなまあプラットフォームって言えばいいかなはい、プラットフォームなんですね。で、さらにはイギリス拠点のオープンデモクラシーっていう団体もあるんですが、ここは163万ドルを4年間で受け取ってますと。で、英語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語で情報発信してるっていうことなんですね。 で、こういうような団体ってどういう基準で選ばれてるかって言ったら、まあ、あの、当たり前ですけど、彼らのその左翼思想に合致してるかどうかなんですよね。じゃあ具体的にこの左翼思想ってどういうのがあるかって言ったら、例えば気候変動が大変だっていうのをちゃんと言っているかどうか。 で、あとは、伝統的な家族の価値観に反対を表明するような記事を書いてるかどうかとかね。はい。もうこれもうゴリゴリの共産主義思想ですよね。はい。で、あとは、えっ、ー、と、反アメリカニズム。これちょっとよくわかんないんですが、まあそういうようなことであるとか、あと中絶とか、あとは人種に関する話。まあそういうものを多く取り入れているかもう。もう完全にポリコレ系と言いますか。あのウォーク系と言いますかね。そういうようなものの記事をちゃんと取り扱っているところだったらお金もらえるようになっているという。 ということなんですが、はい。で、さらにはですね、例えば、ポインターインスティチュートっていうところの参加機関、インターナショナルファクトチェッキングネットワークっていうところも、4年間で49万2000ドルを、んいいのか、49万2000ドルの資金提供を受けているということなんですね。で、この、ポインターインスティチュートって皆さん、名前思い出しますこれもね、2年前かな去年かなあの、動画で取り上げていたんですが、 あの、まあ、まず、この参加にあるインターナショナルファクトチェッキングネットワークっていうのは、名前のとおりファクトチェック団体なんですね。で、えっ、ー、と、世界100以上のメディアとか団体にそのファクトチェックとやらを提供してるっていうことなんですが、あの、まあ、ファクトチェックっていうのは今その、現代の情報工作の中核になってますよね。あの、ファクトチェックって言われるとなんかそれが一番正確な、あの、もうなんうの、何のバイアスもないニュータル、ニュートラルな、えー、まあ模範回答っていう風に思われてしまうんだけれども、 それをうまく利用して今情報っていろいろいじくられてるんですよね。で、このインターナショナルファクトチェッキングネットワークを持っているポインターインスティチュートっていうのは、えっ、ー、とあアメリカ国務省参加に GEC グローバルエンゲージメントセンターっていうところがあるんですが、ここから資金提供を受けて動いてるところなんですね。 あの、検月産業複合体っていうのがありますが、その一部になってるのはこのポインターインスティチュートの株組織にあるファクトチェック団体なわけなんですよ。はい。えっていうような話でかつて一回名前ね、ちょろっと出したことがあったんですが、はい。まあ、今回そこにまたソロスの名前が繋がってきたっていう話ですね。まあ、なので、え、アメリカ国務省、要は税金だけではなくて、左翼団体からのお金もこういうところから流れてますよっていうことなんですが、はい。えー、っと、今回見てて思ったのが、 その、特にトランプ政権が誕生してからって変更報道がもうえげつないことになったじゃないですか。で、あの結果、大手メディアに対する信用度が、特にリベラル系の人たちは変わらなかったんですが、保守系がぐっと下がったんですよね。で、それによって大手メディアの収入が減っていきました。で、今回のそのラジオみたいに、その収入が減ってきて大変だって言ってるところに左翼が乗っ取りのための多額の金をブーンってね、まあ、いうような、 格安で買い叩いてるわけない、買い叩いてるわけなんですよね。それで乗っ取りができるようになって乗っ取られたらまあさらに変更報道増えてきますよねと。で、一方で、この変更報道が嫌になった人たちって、まあ、僕たちみたいな人たちですよね。どうしてるかって言ったら、言うなら古軍奮闘する人たちのところに集まり始めてる状況なんですよね。で、これね、ちょっとあんま良くない状況だなって本当に思うんですが、要は、自分で動いた人、少数にしか情報届かない世の中になっちゃってきてるんですよね。 なので、その、大手メディアはもう左翼に抑えられちゃってるし、じゃあそこに対抗するメディアはどうかって言ったら自分で探し出さないといけない世の中になってるので、まあ、ちょっと残念ながらね、今左翼がその情報戦で勝利する負の連鎖みたいな感じになっちゃってる感があるので、 なんかね、ま、あの、それこそイーロン・マスクみたいな人ですよね、が出ないといけないんだなって話ですよね。マスクがね、あの、何十兆っていう金をブロッって突っ込んだことによってツイッターがね、ある程度は改善されたっていうことで、みたいなことをテレビレベルでもやれるようにならないといけないんだなって個人的には思いました。はい。というのが今回のお話なんですが、最後にちょっとおまけの話、この世界を動かす巨悪に関する話で、あの、 例えばこのジョージ・ソロス、今もう90歳超えてますが、昨年2月のドイツにてのもう痛々しい姿をちょっとご覧いただきたいと思います。FS。<laughs> <laughs> なんだろうなな。なんだろうな。これ一応、台本あるんですよ。これ全体で確か40分ぐらい喋ってんですよ。 その中でもう、あのー、何でしょう、電池切れになっちゃったのかなはい。最近のバイデンもこんな感じですよね。っていう、なんか、ちょっとね、あの、痛々しくて見てられないレベルの、えー、状況なんですけれども、あの、 これが今その世界を動かしてる人なんですよね。で、さらにもう一個。えっと、これ今年の1月のね、あの、世界経済フォーラムにてっていうことで、あの、うち、これをあの、ツイッターで確か一回ね、拡散してみましたが、あの、これ、そろそろおと、あの、息子のね、アレックス・ソロス。今その、そろそろ団体をね、一応率いてる人物ですが、もうね、何言ってるのかわかんないですよね。 You know, so, um, you know, but when I see this, you know, when I look at this, um, you know, um, you know, uh,、あのー、regarding, regarding, you know, regarding democracy, I also say to myself,、ね、when was this great? えっと、あ、いいところでもありましたね。はい。あの、何しようと、トランプがーっていう話をしたいんですよ。なんかご、ご情報がどうのこうのの、民主主義がどうのこうのっていうテーマで喋ってるんですが、 もうね、話し方が下手くそすぎて、<laughs> 日本語で言うと、えっ、ー、と、あの、えっ、ー、と、あの、っていうのもめちゃくちゃ繰り返してるんですよね。はい。っていうようなのが今世界引っ張ってるんで動かしてるんだって思うとなんか悲しくなってきますよね。はい。ちなみにね、つい最近、このソロスくんがですね、非常に話題になったのが、あのー、こちらの方と今交際されてるということでね、はい。まあ、おめでとうございますっていう話ではあるんですが、え、なんとですね、ヒラリー・クリキントンの最側近の一人だったっていうことが分かっておりまして、はい。なんかね、ルイは友を呼ぶと言いますか、まあそういうような感じ 気にななっている世の中だということで、今回の話は終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。え、最後は昨日のね、写真の別場面ですね。えっ、ー、と、ジャカくんも付け加えてっていうことでね、もうめちゃくちゃイカ耳になってますが、これあの、ご飯を早くよこせっていう状態にね、にお二人ともなってらっしゃいますね。はい。えん、たぬきくんはね、非常になんかうるうるした目で見てきてて非常に可愛いですが、はい。まあ、とりあえずこんな感じで終わりたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。